わりか気づいてないけど実は超絶便利な使い方があるので知らないでチャット GPT を使ってるってのはめちゃめちゃ損していると思うので50万文字ぐらいあるようなファイルでもなぜか使えますとこんな感じでちゃんと取得することができていますえ結構すごくないですかこれ <noise> はいということで今回はみんな大好き実践的なチャット GPT 活用方法を学べるお時間です まあ、チャット GPT がリリースされてから約9ヶ月ですね。去年の2022年の11月30日にリリースされたんですけども、まあ、すでに、ね、チャット GPT なしで仕事することができない体に僕とかなっているんですけども、まあ、一言で言うと、この状況って何なのかって、まあ、シンギュラリティの始まりですね。まあ、シンギュラリティ技術的特異点なんですけども。まあ、何かっていうと、AI が進化して、まあ、AI 自身がね、あのー、自己フィードバックみたいなのを繰り返して、人間よりも AI の方が賢くなってしまうことを、シンギュラリティみたいなことを、 言い方をするんですけども、まあそういうのが結構始まってきてるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ数年前だったらね、ただの SF みたいな話も、今だったらね、割と十分に現実味を帯びてきてるなということで、まあチャット GPT もリリースされた9ヶ月、まあいろんな活用方法も開拓されてきているという中で、まあみんなね、割と気づいてないけど、実は超絶便利な使い方があるので、今日はそれをね、紹介していこうかなと思います。正直これ今日の話をね、知らないでチャット GPT を使ってるってのはめちゃめちゃ損していると思うので、 なぜひね、今日の話っていうのは押さえておいてもらうといいかなと思います。ちなみに今回話す話っていうのは、えっと、基本的には過去動画でも紹介していないような使い方なので、ぜひ楽しみにしてください。はい。ということで、まず、アドバンストデータアナリシスの話をしていこうかなと思います。なぜか、それが、今日の主役が、このアドバンストデータアナリシスだからですね。これ、チャット GPT プラスだけで使える機能なんですけども、旧コードインタープリターですね。あの、ウェブショック TV でも紹介したことがある。 機能なんですけども、まあ、この機能がとにかくめちゃくちゃやばいと。はい。まあ、基本的なこととかね、使い方みたいなのかこう動画で解説をしているので、そっちを見てほしいんですけど、あの、アドバンストデータアナリシスって何かっていうと、一言で言うと、チャット GPT で Python を実行できる機能が、このアドバンストデータアナリシになります。まあ、正直今の話を聞いてもね、でって感じじゃないですか。いや、そうだと思うんですよ。で、でって感じなんですけど、まあ、その Python を実行することができれば、割と何でもできるんです。 まあこれ本当誇張してなくて Python ってあんまり結構何でもできるので。だから例えばファイルの回答とか圧縮とか、あとファイルの読み込みとか、あとファイルを新規で作成してダウンロードできるようにしたりとか、まあ動画作ったり動画編集したりグラフ作成とか、まあそんなのも全然 Python でできるんですよね。はい。だからまあ自分のアイデア次第で割と使い方っていうのが無に広がると思っていいんですけども、まあこの中で注目したいのが、えっと長文を読み込めるようになることですね。 この、なんとですね、アドバンストレーターアナリシス使うことで、長文っていうのを読み込めるようになります。まあ、これも、多分これだけ聞いても、でって感じじゃないですか。いや、すごいんですよ、普通に。このこと自体でも。あの、長文を読み込めると、あんまりわかんないかもしれないですけど、まあ、できることっていうのが莫大に増えます。はい。なので、まあ、どんなことがね、できるのかとか、そういうのは具体例的なのは後で解説をしていこうと思うので、ぜひ楽しみにしてください。で、その前に、まあ、チャット GPT とトークン数に関してね、ちょっと話をしていこうかなと思います。まあ、これ、チャット GPT、 を分かりやすく例に出すんですけど、別にチャット GPT 以外の全ての AI に言えることですね。それは何かっていうと、トークン数の上限というものがあるということですね。基本的に AI で文章を生成したりとかってするときは、トークン単位で処理をしていくんですけど、この扱えるトークン数にまあ上限があります。はい、チャット GPT で使われている GPT3.5 ターボだったら4097トークン。で、GPT4 だったら8192トークンというのが上限になっています。まあ 正確に話をすると GPT3.5 ターボでも今だったら 16K っていうものがあるので 16K だと16000トークンですね。で GPT4 も GPT432K っていうモデルがあってそっちだと32000トークンまで扱えたりするんですがまあそういうねあの上位版っていうのは置いといてあのトークン数の話をするとまあその4000トークンとか8000トークンとかその辺が上限になっています。でトークン数ってそもそも何なのかっていうとねまあ要するに AI が扱える単語数ですね。 まあそれがトークン数だと思ってください。なのでトークン数が増えるっていうことは長文の入出力が可能になるということです。はい。ただこれね、実際にチャット GPT を使ってると結構不思議なことが起こるんです。なんかあんまりその使ってる人でもそこに気づいてる人っていないと思うんですけど、えっと、とある変なことが起こります。で、これ何かっていうとですね、まあ、あくまでチャット GPT プラスっていうのに課金してる人だけの話なんですけど、えっと、まあ無料の人 どれも使える GPT3.5 があるじゃないですか。この GPT3.5 とチャット g p t プラスに加入して課金してる人だけが使える GPT4 っていうのがあるんですけど、まあこれ切り替えられるんですよ。チャット g p t 上で。で、切り替えられるんですけど、えっとね、GPT3.5 も GPT4 もね、実はやってみると同じぐらいの文字数しか扱えないということがわかります。というかね、なんだったらむしろ GPT4 の方が少ないトークン数しか、 あの、扱えないっていうこともあるんです。まあ、これ文章とかによって違うのかもしれないんですけど、でこれって結構おかしなことなんですよ。だってさっきも言った通り、えー、GPT3.5 ターボっていうのは4000トークンぐらいで、GPT4 っていうのは8000トークン以上扱えるわけですよ。トークン数で言うと、まあ、GPT4 の方が倍ぐらいのトークン数を使えるのに、同じぐらいの文章しか入れられないっていうのもおかしいわけですよ。はい。これが GPT3.5 ターボの方ですね。まあ、要はデフォルトでみんなが使えるチャット GPT の やつなんですけど、えー、とここに長文を突っ込むと、こんな感じで、えー、と入力することができます。まあ、これ結構長文何でもち突っ込んでるんですけど、えー、とね赤くなって下に出てるのは、あのーまあ、これ我輩は猫でやるの冒頭、最長の方を突っ込んでるんですけど、まあ、表現がね、あのー、昔のやつなんでちょっとあんまり良くないっていうことでこんな感じで表示されてるんですけど、まあ、でもあのこれを入力した後にチャット GPT からこんな感じで返ってきてるのがわかるじゃないですか。 まあこれこんな感じで扱えるんですけど、これ GPT-4 でも、まあこのくらいしか扱えないんですよ。じゃあこれの倍、トークン数が倍までいけるから、これの倍突っ込めるかっていうと、そんなことはなくて、あの、できないです。はい。だから、まあこれおかしいよねっていう話。はい。なので、何が言いたいかっていうとですね、その結論は、えっと、OpenAI 側がそのトークン数っていうのを制限しているんじゃないかなということですね。まあ GPT-4 だったら本来はもっと扱えるんだけど、まあその辺を、 オープン AI, が AI 側が制限しているということで。まあなんで制限しているのかっていうのはね、まあそれこそトークン数がどんどん増えていくとサーバーへの負担が大きくなるんでね、長文生成しようと思うと当然、あの計算量も増えるし、サーバー側への負担っていうのが増えるので。で、GPT-4 って、まあ未だに制限があるんですよ。まあ前に比べたらだいぶ緩和されましたけど、今でも GPT-4 を使うには、 そもそもチャット GPT プラスに課金しなきゃいけないんですけど、その課金してるユーザーでも GPT-4 っていうのが制限がかかっています。まあ今3時間ごとに50メッセージまでの制限なんですけど、前は25メッセージまででした。なんかそんな感じで、えっと制限がかかっているので、だからトークン数をどんどん増やしていくと、まあそのサーバー側の負担とか大きくなってしまうので、まあその辺がしんどいんじゃないかなということで。まあなので意図的に扱えるトークン数っていうのを制限してるんじゃないかなっていうふうに個人的に思っています。はい、まあ個人的にね。 はい。まあ、この辺っていうのは前提としてちょっと押さえておくといいんじゃないかなと思います。まあ、要はトークン数っていう縛りがありますよっていう話ですね。で、ただですね、こっからが今日の本題。今日の本題で、アドバンストデータアナリシスを使うと、実はね、この長文を処理することができるんです。今より、今見せたのより長い長文での処理できるようになります。まあ、正直言って、あんまり僕理屈は分かってないんですよ。なんでアドバンストデータアナリシスだったら、そんな長文突っ込めるのかよくわかんないんですけど、でもやってみると、数万文字のファイルとかそういうのでも、 あの、普通に処理できることが分かるんです。で、物によっては50万文字ぐらい書かれているようなものでも処理できます。まあ、全部日本語っていうわけじゃないんですけど、そのコードとか HTML とかそんなの突っ込んだ時に、全体50万文字ぐらいあるんですけど、普通に処理できるんですよ。はい。まあ、もしかしたら一部のデータ切り捨ててる可能性はあるんですけど、まあ、でも結構面白いなと思って。はい。だから、ま、要するにね、今日の動画のハイライトというか、結論何かっていうと、アドバンストデータアナリシスのファイル入力っていうのを使ってやると、めっちゃ長文が使えるよっていう話です。 はい。で、まあ実際にね、じゃあどんな感じで扱えるのかとか、あと、長文扱えると、まあ莫大にできることが増えるっていうのを冒頭の方で言ったんですけど、じゃあ実際にどんなことができるのかっていうのをここからね、ちょっと見せていこうかなと思います。ファイル入出力で実現できることですね。はい。まず一つ目が、長文を要約するということですね。はい。今までだったら、普通に入力できる上限までの、えっ、ー、と、文章しか突っ込めなかったんで、それ以上のものっていうのは突っ込めませんでした。 だから、そのあんまりにもね、長文、例えば1万文字のやつを長文するとか、ああ、要約するみたいなことはできなかったんですけども、このアドバンストデータアナリシスを使うことで、まあ、うまいことその辺が回避できます。はい、まあ実際に使うとね、毎回こう、えっと、これでいいですか、これでいいですか、みたいな感じで、まあ、承認みたいなのを求められるんですけど、まあ、その、長文を分割して処理しようと思うと、今までだったら分割してコピーして、それを毎回毎回貼ってみたいなことをやんなきゃいけなかったんですけど、まあそういうのをしなくなるとね、めちゃめちゃ楽です。 はい。まあ、入力回答みたいなのを繰り返すと結構時間もかかるしめんどくさいので。はい。実際にちょっとどんな感じかっていうのを見せるとですね。はい。これが実際に、えっと、長文を要約したやりとりですね。まあ、事前にやっているんですけど、これ何をやってるかっていうと、まず、まあテ、テストテキストっていうテキストファイルに、えっと、自分が要約したい文章っていうのをまとめています。まあ、今回だったら、えっと、我が輩は猫であるですね。まあ、それを、 えっと、今回多分1万2、3000文字ぐらい突っ込んでいます。はい、ファイル名何でもいいんですけどね。で、それをで、アドバンストデータアナリシスっていうところでファイルアップロードしています。で、えー、っと、その時のプロンプトで、えー、っと、ファイル内容を読み込んで、3000文字程度で、切りのいいところで分割しながら要約してくださいっていう感じでお願いをしました。まあ、3000文字ぐらいだったら1回で処理できるだろうっていうことで、はい、これで処理をしてもらいます。そうすると、さっき言った通り、えー、っと、コードインタープリター、 じゃない。名前変わりましたね。あの、アドバンストデータアナレシスで、Python は使えるようになるんで、こんな感じで ChatGPT が勝手に Python を書いてね、あの、ファイルの中身を読み取ってくれて処理をしてくれるっていう。まあ、すごいですよね。はい。で、そんな感じで、まあ、今回、えっと、1万3000文字ぐらいだったので、4分割ぐらいして処理をしてくれます。はい。で、これ、えっと、最初のセグメントですね。最初の3000文字までの予約がこれ。で、そうすると、次のセグメントについても予約し 行いますかっていうのを、ま、承認求めてくださいね。まあ、はいっていうふうに返します。そうすると、次のセグメントの要約をしてくれます。あとこれの繰り返しですね。はいって答えてるだけです。はいって答えてるだけで、こんな感じで進んでいきます。まあ、最後までやってもね、あの、しょうがないんでね。別にこれで終わっちゃってるんですけど、まあ、ああの、同じように、はいって答えたら、まあ、次のやつもやってくれるという感じです。はい。で、えっとね、これ、まあ、毎回承認求められるんですけど、 なんか僕のやってる感じだと、毎回入って答える方が良いです。あの、面倒くさかったんで、まあ言ってもね、入、はい、って答えるの。だから承認求めないで、えっと、最後まで処理してくださいみたいなことを言ったんですけど、何回かやったんですけど、それでやるとね、ちょっと、一気に処理しようと思うとおかしな出力になってしまって、あの、うまくいかなかったので、なので、ある程度分割して、まあこうやっていく方がいいのかなっていう感じですね。まあ今のところはですけど。はい、そして続いてが、えっと、コードの使用書を作るですね。 ま、長文の入力が可能になるとこんなこともできます。アドバンストデータアナリシスすごいんですよ。はい、こういうのもね、結構プログラム組んでるとやる機会があるんじゃないかなと思います。で、何かっていうとですね、まあ、今回は、えっと、ネット上に公開されているテトリスの Python コードっていうのを事前にダウンロードしてきて、それをアドバンストデータアナリシスに突っ込んでいます。あの、ここにアップロードされているやつですね。これは、えっと、ここでダウンロードしてきた ZIP ファイルをそのまま上げています。 で、アップロードしたファイルはテトリスのコードだから、えっと、その、詳しい仕様書っていうのを作ってくださいっていう風にお願いしています。で、中身どうなってるかっていうと、こんな感じで、ファイルがいくつか入っています。で、.py っていうのが、まあメインのそのプログラムが書いてあるやったんですけど、こういうのも複数分割、まあファイルにね、それぞれのファイルに分かれているんですけど、こういうのも、あの、そのまま、えっと、それぞれ読み込んで処理してくれます。はい、こんな感じですね。 ま、何が書かれているのかっていうのを、こんな感じで向こう側で、解析してくれて、最終的に、えっと、使用書っていうのを作成しましたっていうことで、こんな感じでダウンロードできるようにしてくれています。ちなみにダウンロードしたファイルどんな感じかっていうと、こんな感じですね。ま、英語でまとまっているんですけど。はい。ま、日本語にしてほしかったら日本語で。 やるといいかなと思います。まあ、ただ基本的にね、トークン数的には日本語よりも英語の方が全然、ね、トークン数を設定できるので、まあ、英語のままでいいなら英語でやる方がいいかなと思います。はい。まあ、それぞれね、こんな感じで、使用書みたいなのを作ってくれました。まあ、これもめっちゃ楽ですよね。はい、こんな感じですね。はい。まあ、それぞれね、あの、今までだったら、 一個一個のファイルをコピペしてやったりとかしなきゃいけなかったんですけど、別にそんなことしなくても全部一括でやればいいので。で、プログラムとかのもね、結構長かったりして、まあそれこそ何万文字とかってなることもあるんですけど、そういうのも結構読み込めたりするんで。ではそれもぜひね、あの試してみてください。はい。あと、同じようなので、エラーログの解析ですね。これも個人的にはめちゃくちゃいいなと思っています。はい。まあエラーログの解析に関しては別に実演してるやつとかないんですけど、まあ要はエラーログって結構、 正文で出てきっちゃうこともあったりして、一回で突っ込めなかったりするんです。まあでも、なんとかね、一回で突っ込んで処理をしてほしいんですが、まあそういうのも一回ファイルに保存して、それを、あのファイルをアップロードして解析してもらうみたいなことをすると、あのトークン数の条件以上に処理できます。この辺もめっちゃ便利。はい。で、四つ目が、まあこれもね、かなりすごいんですが、 えっと、疑似スクレーピングですね。こんなこともできます。ちなみにスクレーピングって何かっていうと、ウェブページから必要な情報を抽出する技術のことをスクレーピングって言います。まあ、チャット GPT だとね、これができないんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ通常だとね、通常だとこういうのができないです。なぜかっていうと、ネットにアクセスができないからですね。はい。で、えっと、この、まあ、Q コードインタープリター、データアナリシス、アドバンストデータアナリシスもネットにはアクセスできないんですけど、 えっと、ファイルの入出力を活用することで、あの、技術的にスクレーティングみたいなのができます。で、これ冒頭の方で見たんですけど、なぜかわかんないけど、50万文字ぐらいあるようなファイルでもなぜか使えます。これなぜかわからないです。はい。で、やり方はめちゃめちゃ簡単で、えっと、Web ページの HTML ファイルを保存してください。ページを別名で保存みたいなのがありますね。あれで、えっと、簡単に HTML を保存できるので、ページの HTML を保存してやってください。で、あとはその HTML をここの、 アドバンストデータアナリシスにアップロードしてやって、必要な情報っていうのを抽出するだけですね。はい、ここで実際にやっています。えっと、これ何かっていうと、スクレーピングっていうので検索した時の Google の検索結果っていうのをアップロードしています。はい、実際アップロードされてるやつはこれですね。まあ、これ、えっと、そのまま、えっと、その h t m l です。で、中身こんな感じですね。 これめちゃめちゃあの文字数入ってるんで、こんなの絶対突っ込めないんですけど、普通に入力しちゃうと。でも、これがなぜかちゃんとこんな感じで、えっ、ー、と、取得することができます。で、今回は、えっ、ー、と、タイトル一覧を取得してくださいっていうことで、まあ、この辺のね、タイトル一覧っていうのを取得してもらっています。はい、そうするとこんな感じでちゃんと取得することができています。え、結構すごくないですか、これ。いや、結構個人的にはすごいと思いますね。 はい、今回は検索結果だったんですけど、別に何でもいいです。なんか一覧でまとまっているようなものがあったら、HTML で保存してやって、あとはここに突っ込んでやって、まあ何か情報を抽出してくださいってやるだけですね。あの、ChatGPT プラグインの方で WebPilot とかそういうのがあるんですけど、その WebPilot っていうのを使うと Web ページにアクセスできたりします。で、別にそれでやってもらってもいいんですけど、まあそれだとね、何か失敗したりすることもあるので、まあそれでうまくいかなかったらこういうのをやってもらってもいいかもしれないです。 はい。まあ、要するに長文が使えるので、その HTML 保存してやったら記事スクレーティングみたいなのも全然このア,ナアドバンストデーターのリシスでできますよっていう話ですね。いや、これはね、マジで覚えておいて損はないと思います。どっかで、いつか、これを知っていてよかったって思う時が来るんじゃないかなと思います。はい。で、今日紹介する最後なんですけど、最後のやつが、えっ、ー、と、長期記憶の保存ですね。 まあ、長期記憶っていうのを、このアドバンストデータアナリシスっていうのを使うと実現することができます。で、やり方はね、結構単純で、えっ、ー、と、チャットの内容をまとめながらファイルに出力してもらうっていうだけの話ですね。はい、まあ、仕事のモチベーションが上がらないっていう相談をチャット GPT にしているわけなんですけど、まあ、その時に、えっ、ー、と、ファイルの内容、会話の内容っていうのをまとめて、あの、全部保存しといてね。で、あの、自分が回答する時にはそのファイルの内容を読み込んで、えっ、ー、と、それも把握した上で回答してねっていう感じで、 お願いをしています。はい。そうするとどうなるかっていうと、その作られていく、まあ、あの、アドバンストデータアナリストはファイルの読み書きとか、ファイルの作成ができるんで、勝手にこんな感じのテキストっていうのを作ってくれます。で、これを毎回読み込んで、えっと、まあ、なるべくね、その昔の記憶まで覚えて,てもらうということで、まあ、ユーザー AI、ユーザー AI ということで、ユーザーが書いたことと AI が書いたことっていうのを えっと、簡潔にまとめて保存していってくれます。あの、全部保存していくと、これもまたトークン数の、あの、条件とかに引っかかって、あの、扱えなかったりするんですけども、こんな感じで簡潔にまとめてもらうことで、結構前のところまで、えっ、ー、と、覚えていてもらえるので。はい。だからこれね、あの、これもまあ、記事的にいいではあるんですけど、長期記憶みたいなことを実現することができます。はい。まあ、ものによってはね、会話をどんどん続けていくと、トークン数の関係で、 どんどん昔のことって忘れていっちゃうんですけど、こんな感じで、えっと、別のところにファイルで内容を保存することによって、かなり前の内容まで把握した上で会話を続けることができるというメリットがあります。はい。まあ、要するにチャット g p t ってそんなに長文は使えないので、ファイルに内容を記憶させちゃおうよ、みたいな話ですね。はい。こんなことができるのもファイルの入出力の機能が実装されたからこんなことができるようになっています。いや、これもね、結構すごい。はい。まあ、ぜひね、こんなのも覚えておくと役に立つ場面があるんじゃないかなと思います。 はい。ということで、今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あとは無料で参加できる AI の最新情報を学べるコミュニティ AI ラボをやっています。メンバー数2700人を超えているので、よかったらこの機会に入ってもらえればと思います。メンバー同士で AI の最新情報を共有したり、質問相談したり、交流などができるコミュニティですね。スラックでやってて誰でも簡単に参加できるので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに、今回、アドバンストデータアナリシス、コードインタープリターの話をしたわけなんですけども、まあ今日ね、あの僕が紹介したような 使い方以外にも、こんな使い方やってるよとか、こんな使い方便利だよみたいなのがあれば、ぜひ教えてください。コメント欄の方にね、書いてください。僕もね、なんか、僕が知らないような活用方法とかあったり、あったら知りたいので、まあぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。またゴさん、アフィリエイトで同じような商品があるとして、高単価で使いにくい商品、低単価で使いやすい商品、どっちを紹介した方がいいんでしょうかいや、あんまりわからないんですけど、これだけだと何とも言えないんですけど、 使いにくい、使いやすいっていうのがどういうことなのかわからないけど、そもそも使いにくい商品紹介するって何なのって思っちゃいますけどね。その単価が高いとか低いとかそんなの関係なしに、使いにくい商品紹介することってあります使いやすい商品を別に紹介すればいいんじゃないていうか、その使いにくい商品も、結局ね、その使いにくい商品って言ってるんですけど、まあこれはね、まだ修行が足りていなくて。 使いにくい商品って別にそこにフューチャーするから使いにくい商品になるんですけど他のところにフォーカスしたら別にそれって他のメリットがあると思うんですよ。だからそういうふうに単純にその使いにくい使いやすいで比較するようなもんじゃないのかなと思います。その使いやすい商品はこの商品は使いやすいって紹介すればいいんですけど使いにくい商品はね、使いにくい商品とは紹介しないわけなんでじゃあ別の紹介の仕方をする まあそれわかんないですけど、例えば使いにくいものでも、便利なものとかってあるじゃないですか。こうこうこういう観点で見たらいいとか。まあ例えば丈夫とかでもいいんですけど。ちょっと使いにくいけど、めっちゃ長持ちする。だからコスパはめっちゃいいですよみたいな。それって別に、そういうのは欲しい人もいるじゃないですか。使いやすさよりも、えー、なんか壊れない方がいいとかっていう人もいるんで。それって本当なんか見せ方次第なんで。 ってなってくると、それは高単価のものをお勧めする方が収益的には、基本的にはいいので、高単価のものってなるんですけど、これだけだともうわからないです。それはだって使いにくいものを紹介しろって言い訳にはいかないので、それは使いやすいものってなるんですけど。まあ、でもそもそも使いにくい商品を使いにくい商品だって紹介することはないので、うん。っていう感じです。なんか、伝わってください。伝わってください、今ので。 あそうそう、視点を変えると使えないものでも有益なものになったりするっていうのはほんまこれです。これ僕動画でも言ってるんで、ほんとね、そのやり方を覚えた方がいいです。その、万人にとってのメリット、デメリットってなくて、人によってはこれがメリットだし、これがデメリットだしみたいな。まあ、逆にこれがデメリットに見えるものでも、やっぱ人によってはそれはメリットにもなるので。だからそういう切り口を変えるとかそういうのはマジで覚えた方がいい。 まあ、鉛筆をよくね、例えに出すんですけど。そういうので。だから、鉛筆ってシャーペンとかボールペンの介護感っぽいけど、でもそんなことはなくて。やっぱり、見方によっては全然、鉛筆のメリットっていうのも言えるみたいな。鉛筆あるかも鉛筆ないかさすがになかった。 はい。だから、鉛筆って六角形なんですけど、まあ、六角形だからね、転がりにくいとか、六角形のところに、なんか書いてこうやって転がすと、ルーレットできるとか、そのボールペンとかじゃあそんなんできないじゃないですか。転がらないんで。例えば、まあ、これとか、これボールペンですけど、このボールペン転がそうと思っても転がらないですよね。そもそも丸いし、何も書けないし。だから、鉛筆は木だから、削って、 そういう字書いたりもできるし。あとは芯がむき出しなんでね。これボールペンですけど、ボールペン当然これ使う前に芯出さなきゃいけないんですけど、こうやって。でもこうやって出すのがめんどくさいでしょ。でも鉛筆だったら芯そのまま出てるんで、そのまますぐに書き出せるとか。だからそんな感じで。なんか鉛筆だってデメリットの塊みたいに見えるんですけど、そうやって一個一個の要素分解していって切り口というか角度変えてやると、全然一個一個メリットになるんで。それもあって、ほんと何でも同じです。 それブログとかアフィリエイトをやるときだったら絶対に覚えておいた方がいい。てかそれができないと結構しんどいです。なんか本当にダメなものがダメなものになってしまうので。でも本当そんなことはなくて。まあよくね、あるんですけど、商品価格が安いものが正義みたいに捉えられがちですけど、全然そんなことはなくて、商品価格安いものが逆に嫌だっていう人もいるんで。だからちゃんと、まあこの商品はこうこうこういう特徴があって、こういう人におすすめ。 みたいな、そういう紹介の仕方ができるようになるといいなと思いますね。まあでも今の話は本当コピーライティングの基礎ですね。もう基礎も基礎です。ぜひ覚えておいてください。えー、っと、泉さん、こんばんは。年末に都会ではなく地域密着型の美容クリニックを開院する予定です。え、おめでとうございます。東海地方で例えると、名古屋市ではない、えー、っと、岐阜市や豊橋市みたいな規模の地域ですと。おう、なるほどね。 まあそんなにめっちゃ都会じゃないけど、でもそんなにめちゃめちゃ田舎でもないって感じですよね。豊橋も新幹線止まりますよね。あれ、豊橋止まんないっけ。えっ、ー、と、中地さんが地域密着型のクリニックのホームページ作成の依頼された場合、何を重視して作成されますかああ。何を重視して作成するか。 僕が作るってことですよね。地域密着型の美容クリニックのホームページを。何を重視して作成するか難しいですね。わかんないかも。わ <laughs> かんないかもっていうか、その依頼する人がどうしたいのかがわからないので、なんかこういう風にしたいとか好き嫌いもあるじゃないですか。だから、何を伝えたいとかそういうのがわからないので、 そういうのを教えてもらってっていう感じですかね。なんかその美容クリニックが他と違うところとか、なんかいろんな話を聞かせてもらってその中で決めたいですね、できるんだったら。まあ、何も聞かなくたってそれは、それっぽいものを作ることはできるんですけどね。なんかそれじゃあんまり面白くないよなと思っちゃうんで。せっかく作るんだったら、いいものを作りたいなと思うので。 地域密着型のクリニックのホームページ作成。うーん。でも、一個言えることは、なんかどこにでもあるようなものは作りたくないなと思う。そのデザインとかそういう話ではないんですけど、別にそのホームページだったら、別にそれが仮にね、名古屋で会員するとしたら、名古屋じゃなくて岐阜に持ってったってそのホームページそのまま使えるし、豊橋持ってったってそのまま使えるじゃんみたいなのは、あんまり面白くないから。 そういうふうにはしたくないかな。だからせっかくそこの地域密着型でやるんだったら、そこの地域密着型のクリニックでしかできないようなホームページとか書けないようなコンテンツみたいなのを少しは入れたい。それがどうなるのかはわからないんですけど。まあでもそもそもそういうのを求めてるかどうかもわからないんで。いや、そんなのええからと。<laughs> そんなのいいからなるべく安く作ってほしいとかっていうんだったら、そんなこだわってたら高くなるので、 もう、利用クリニックっぽい感じで、まあ適当にっていうわけじゃないですけど、それっぽい見た目で作っちゃう。まあだってそれが要望なんだから。こっちがね、どんなにそういう思いを持っていたって、依頼受けてる側なんで。そんな何百万ものやつを提案したってしょうがないんで。だから、向こうが何を求めてるかによるんでわからないっていう感じなんですけど。あれはそんな感じです。まあホームページ作成だけじゃないんですけど、やっぱ楽しく仕事をしたいんです。 何をするにしても。えー、っと DR20 の中古ドメインを使って1ヶ月以上運,営運用して記事を15記事くらい書いていますが全くサーチコンソールでクエリーが上がりません。どのくらいでこの中古ドメインは外れだったと判断するといいと思いますか、まあ、あんまり中古ドメイン最近使ってないからわかんないけどまあでもとりあえず1、2ヶ月じゃないですか。半年とかは見ない。 なぜかって言ったら、半年とか見るんだったら別にその中古のメイン使ってるメイトがほとんどないよねって思うんで。なんかそこまで行くと別に中古のメインじゃなくていいじゃん、なる。中古のメインのいいところって、やっぱ爆速で SEO 上がることだと思うんですよ。ってなると、半年とかって見てられないので。うん、だから1、2ヶ月ぐらい。まあでも別に外れだったからって言ってすぐにどうこうするもんでもないような気がするんで。まあそれはわかんないですけど。 その運用次第ですが。外れだったのか、じゃあとりあえず別のことやろうで放置する気もするんで。まあワンチャンそこで上がらなくもないかなとは思いますが。ASP でインボイスの登録についてお知らせありますが、登録しないといけないんでしょうかいろいろ調べたんですが、精度がややこしくて、結局よくわからなくて。これはね、安心してください。僕が税理士 YouTuber の大河内かおさんという方がいるんですが、その人と対談した動画があります。そんなあなたのために。 それを見てください。インボイス登録、インボイス結局何なのみたいな話をしています。まあ、当然ブロガー向けに話をしているので、それ見てもらえれば大体の悩み解決するんじゃないかなと思います。まあでも結論は登録しないといけないなんてことはないです。別に登録しなくてもいいです。てか、ほとんどの人は登録しないはずです。結局、その、免税事業者、いわゆる免税事業者っていうのがいるんですけど、その年間売り上げ1000万円以下の人とかって、まあ、いや、消費税の、あの、支払いが免除されるんですよ。 でも、免税事業者になっていると、その、えっと、番号をもらえないので、その番号をもらえないと、結局、取引をする企業が、まあ、若干損するんです。まあ10、10%分ぐらい損するんです。それによって、契約切られたりとか、そんなのがあるかもしれないよね、みたいな話ですね。ちなみにね、ASP も各社対応違うかもしれないですけど、これどこまで行っていいかわかんないですけど、A8 に関しては別にインボイスもその番号を持ってなくても、変わらないらしいです。そのインボイス、 の、その、登録とかしてなくて、番号ない人って10、10%引かれるんですかみたいな。ことを聞いたら、えっと、引かれないって言ってました。あこれ公式の見解のかどうかわかんなくて、どっかに書いてあるのかもわかんないですけど、僕が聞いた時はそんな感じで言ってました。でも多分、他の ASP も同じだと思います。まあ、てか、そんなんやったら、みんな使わなくなるんでね。だって、ほとんどの人がそんなの、あの、登録なんてしてないわけですけど、 そうするとみんな単純に10パー引きになっちゃうんで、ね、支払われるときに。嫌じゃないですか。だから別に、アフィリエイトは基本的に登録しなくても、関係ないと思います。持ってる人は、そら登録することになるんですけど。まあ僕も、ああと番号あるんでね、登録するんですけど。えー、っと、アトピー患者です。新薬で治療を始める予定です。治療経過や、治療費を SNS で発信して集客を見込めたら、 ブログでアトピーの方向けの商品をアフィリエイトしたい。患者数は年々増えていますし、治らなくてお困りの方はたくさんいると思うので、需要があるのではと思うのですが、月5万円目標です。無謀でしょうかいや、別に無謀じゃないと思いますね。これね、SEO だったらもう100無理です。100%無理。絶対に上がらないです。アトピー関連は。まあ、いわゆるワイマイルちょっと、ちょっとうですね。まあ、要は個人の人が、まあ、自分の体験談だけでそんなこと書いても、それが当たってるかどうかはわかんないじゃないですか。もしかしたら間違ったことを書いてしまってるかもしれない。 で、それを参考にして誰かがね、その同じようなことをしたら、なんかすごい、あの、デメリットがあるかもしれないんで。だからそういうのはもう上がらないようになってるんで、今の仕組み上。だからやるんだったら SNS。でもまあ SNS で集客をしていくっていう話なんで、別に全然ありだと思う。まああとはどれだけいいコンテンツを作れるのかっていうところですね。 えっと、10月からの広告表記義務化について教えてください。ASP の広告貼ってなくて、Amazon 楽天などの物販のみのブログでも表記は必要ですかもうこれは表記必要です。表記必要なはずです。えっと、多分 Amazon とか物販は変わるんじゃないかな利用規約変えてくるんじゃないかなと思います。別に ASP とか関係ないです。あの、アフィリエイトするんだったら全部に必須です。だって、関係ないでしょその、ASP の広告だろうが、Amazon の広告だろうが、そんなの消費者にとっては知ったこっちゃなくて。 同じなんですよね。どっちにしても。だから、それがアフィリエイトだったら、もう必須です。多分 <laughs> 多分まあ、その辺も、もしね、調べて分かれば、動画で話したいなと思いますけど、まあ何、何にせよ、週明けに、ステーマ規制の動画を出すんで、またそれを見てください。まあ、その中で話せるかどうかとか、ちょっと分かんないんですけど。 えーと、続いて。ゲームも仕事も楽しいとはかれりますね。畜生とミーハイのフロー理論みたいな感じで。ああ。フロー理論ね。確かに。まあでも何でもそうだと思いますけどね。やっぱ楽しいもんが一番ですよね。なんか楽しくない中でやりたくないんで。楽しくできるんだったらそれが一番。まあなかなか状況的にね、難しかったりもしますけど、サラリーマンとかだと。 やりたくない仕事をしてられるみたいなのがあったりするんで。いや、でも本当に。そんなところで働か。それで、でもそこで働くって決めるのも自分なんでね。まあいろんな状況あると思いますけど。だからってそんなにすぐに辞めれるとも思わないけど。まあでもそんなこと言っててもずっとそんな、ね、楽しくないことやってても人生もったいないんで。なんとかね。頑張ってほしいですね <laughs>。そういう状況にいる方は。なんとか抜け出してほしい。 えっと、ウェブライターをするなら、ブログも並行してやった方がいいとアドバイスをいただいたのですが、こちらを並行するメリットは何が考えられますかあウェブライターをする上でブログを並行するメリットはめっちゃいっぱいあるんですけど、とりあえず一番わかりやすいのは、自分が、えっと、書く記事の練習ができる。まあ、ブログで書く記事。 と同じようなものを出てく仕事として受けるので、どういう記事を書いたらいいのか、どんな感じで書いたらいいのかっていうのがわかるじゃないですか。それが大きい。あともう一個は、ブログでやるってなると、ちゃんと当然ね、集客できてるのかとか、そういうのも多少は気にすると思うので。だから SEO の経験とかそういうのが得られる。SEO の知識経験が得られるっていうことですね。それはめちゃくちゃ大きいです。 例えばウェブライターしかやったことない人なのか、それともブログをやったことがあって、ある程度 SEO とか上がったことがあるかとか、アフィリエイトである程度収益上げたことがあるかっていうのはも天と地ほども違って、当然自分でブログやって、ゼロからね、ある程度の収益上げられるぐらい SEO とかやったことあるんだったら、この人だったらそこそこできるなっていうのがもうその時点で確定するじゃないですか。まあ、そこまでいかなかったとしても、やっぱりウェブライターやる上で、絶対に SEO とか、そんなのはやっていくことになるんで。だからそういう意味でも、やっぱりブログやっていく方がいいかなと思います。あと、ポートフォリオにもなるんで、自分はこんなブログやってますとか、こんな記事書けますっていう風に。ただで、基本的にはブログも並行してやるっていうのが、まあ、多いですかね。逆に、ブログやったことないけど、ウェブライターっていうのもなかなか難しいと思いますね。その、ほんまにどんな記事どうやって書いていいかわからないのに、仕事受けられないじゃないですか。 だから、まあとりあえず、あれですよ。まあな生配信とかでね、よく話してますけど、まあこれ僕が去年出版した本なんですけど、まあこれとか読んでもらって自分でブログ作って、この本の通りにとりあえず記事を書いてもらうっていうのがいいと思います。もうそれでとりあえず、ベースはもう完成というか、ベースのやり方はもうこれでいいと思うので。あとは依頼主ごとに違ったりもするので、 ちゃんと要望を聞きながらやっていかなきゃいけないんですけど。一旦そんな感じです。有益すぎる金曜の夜、ありがとうございます。そうなんですよ。うちのライブ配信は有益なんですよ。非常に。とても有益な配信なんです。なんか、そう、これもね、昨日の話になるんですけど、そのリベ大イの秘密基地に行って喋ってるときに言ってたんですけど、 なんかやっぱね、動画で喋っても、なかなかこう理解されなかったり伝わらなかったりすることもあるんですけど、生配信だと伝わることって結構あるんですよね。しかも動画って言っても動画で出したところでそんなに全部見てないし、覚えてなかったりもするんで。あとは自分の場合だったらどうなるのかとか、いろいろあるじゃないですか。だから生配信だと実際に質問もらって、それで答えることができるんで。 ね、自分の気になってること悩んでることに直で答える方が、なんか一番、なんかその人のためになるんじゃないかなって結構思わなくはなくて。だから、最近ね、一時期に比べると、なんかちょっと前はずっと毎日生配信してたんです。まあそれこそリベライみたいな感じで、ずっと毎日生配信してたんですけど、最近はちょっとスケジュールの都合で毎日の生配信ができなくなってるんでやめてたんですけど、なんかもうちょっと生配信増やしてもいいかもなっていうのはちょっと思ってます。うん。まあ今はちょっと無理なんですけど、時間的に。 なんかその方が、まあコミュニケーション取れて楽しいとかっていうのもあるんですけど、僕自身も。なんか結構いろんな話もできるし、なんかみんなの役に立つんじゃないかなと思わなくもないので。えーっと。 大変勉強になりましたと。どこにでもあるようなホームページではなく、自分のクリニックの特色や地域ならではの内容で制作してみます。もし外部に依頼する場合は、方向性や自分がどうしたいを意識して作成者さんにお伝えしたいと思いますと。そうですね。そう、めちゃめちゃ本当その通りです。まあ、その通りっていうか、まあ僕が言ったことなんですけど <laughs>。でも、なんか結構、そういうのって丸だけになることが多いんですよね。 人によるんですけど、でもよくわかんないからもう全部お願いしますみたいになるんですけど、全部お願いしますってなると本当につまらない無難なものが出来上がるんで、楽なんですよ作る方も。だって、それっぽいものを作っちゃえばいいので、今だったらチャット GPT とかで適当に文章を書かせればいいので、めちゃめちゃ安く作れちゃうんですけど。まあでも、ね、本当に集客のこととか今後のことを考えるとそれでいいのかっていうところがあるので、ちゃんと自分はこうしたいとかっていうのを決める。 なんかよくわかんないって言われるんですけど、でもそれわかんないんじゃなくて、結局考えてないだけなんですよね。考えるのがめんどくさくて。だっていろいろあるわけで、美容クリニックだってホームページ山ほどあるわけなんで、そういうの見たらこれは好き、これは好きじゃないとか、ああしたい、こうしたいっていうのが絶対出てくるんで。だからいいものにしたいんだったらやっぱサボらずに、ちゃんと自分の思いを伝えてほしいなと思います。まあ、あと、こだわるんだったらちゃんとお金出すですね。安くてめっちゃいいものは難しいんで。ちょっと高いけど、 まあでもいいものだからっていうので、作るのが僕はおすすめです。なんかちょっとぐらい高くても、なんか自分自身が満足できるかとか、そっちの方が僕は重要なんですよね。なんでも結構そう。なんかホテルの宿とかもそうだし、なんか買うものもそうなんだけど、いや、これちょっと高いけど、でも、なんか満足できるならいいやみたいな感じでお金払うことが多いので、なんか安くてしょうもないものが出来上がったりね。 しょうもないところに行くぐらいだったら、ちょっとぐらい高くても、なんかいいものがいいなと思います。ああ、やりたくない仕事をやることが多いと。ただやりたくないことでも続けていると面白くなったり、壁を越えると違う世界が見える。これはね、全然ありますね。あるある。あるあるですね。そう。だからこそ、やっぱいろんなことをやるっていうのは重要なことなんですよね。なんかやってみないとわからない。 し、自分がやりたくないとか、自分には向いてないと思ってても、意外とやってみるとできることとか、やってみたら面白くなって、めっちゃハマることってあると思うので、それってやってみないと本当わからないことなので。だから一歩目のハードルっていうのは、とにかく、フッカルで、何でもとりあえずやってみるっていう精神持ってるのはまじ大事だと思います。なんかこの世の中でな、なんでしょうね。例えばブログで稼ぐために一番重要なものとか、 お金を稼ぐために重要なものって、一番重要なものって、本当僕行動力だと思いますね。行動力があればなんとでもなるけど、逆に行動力ないともうどうにもならないっていうパターンあるんで。<laughs> それこそこれも昨日の、えー、っと、秘密基地で言ってて、まあた多分学長も朝の配信で言ったんですけど、その、できない人っていうのはやっぱり何かをアドバイスしても、それのできない理由みたいなのを探してきてめちゃくちゃ並べて、 それを列挙してきたりするんで。それってまさにそうですよね。てかなんかそういうのをやるって逆に行動力あるなと思うんですけど。だってアドバイスをしてそのできない理由を例えばブログとかに書いて列挙するんですよ。なんなのそのどこにその行動力出してんねん <laughs>。その頑張りを別のところに出しなさいよって思うんですけど。いやでもそうなんですよね。なんか謎に変なところに行動力あるんですけど。でも実際に一歩踏み出すってことは絶対にしない。 まあだから本当にやりたいと思ってないんでしょうけど。それってね。でもそれは損なので、まあいろいろやりましょう。僕も結構いろんなことやるのが好きなんでね。やったことないこととか。だから AI とかも最近 YouTube でやってますけど、AI の話をするのも好きなんですよね。AI とかもそんなの誰もやったことないことで。僕も全然やったことなかったけど、でもやっていくとやっぱりすごいなとか、いろんなものが見えてきて、これ実際にめっちゃ使えるじゃんって。いうので今は業務でね、チャット GPT とかめちゃめちゃ使いますけど。 あそうですね。他の人の質問を聞くだけでも勉強になるっていうのは全然ありますよね。確かになかなか自分にないアイディアだったりとかなや、悩んでることって言われてもね、パッて出なかったりするんで。他の人のあれを聞いてると、えーって思ったりとか面白いこともありますよね。<laughs> さっきのドラクエとクロノトリガーの話じゃないですけど。ね、あんなのなかなか聞かれることないんで。まあ僕もああいうの答えって言うと面白いんですけど。それを聞いてて。 まあ、いいって思った人もいると思うんですよね。まあ、その自分が昔、ね、同じように、ドラクエとか、クロントリガーとかやった人は。それはそれでね、まあ、役に立つかどうかって言われたら役に立たないですけど。まあでも、そういうのが楽しいじゃないですか。えー、っと、ドメイン DR が2位しかありませんが、プレミアムドメインなので、取得に400万円かかるというものがありました。私にはこの価値がわからないので、質問したいと思ったんですが、これは SEO 観点で取得する価値があると思いますかい、えー、ないんでしょうかない。 普通にないです。なんていうか、400万円かけて、ドメイン取ってそれ以上の利益いっぱいるんだったら、みんな買いますよ。普通に。何百万円でも出すでしょ。だってそれ以上のリターンがあるんだったら。まあお金持ってる人はですけど。まあでも世の中お金持ってる人がいるんで。だからそういうものではないのね。まあそういう買い方しない方がいいですね。初コメ失礼いたします。ありがとうございます。初めての方もいるということで。意外と生配信、あのー、 初見の方いたりとか、初めてコメントする方がいて嬉しいです。なかなかね、その普段の動画にコメントするって、まあしにくいのかなと思うんですが、生配信の方が気軽にコメントができるのか、初コメですというのが結構多くて嬉しいですね。なんかそういう,う初コメとかがも,もらえるから生配信やってて意味あるなと思います。何のために生配信してるんですかみたいな聞かれたりするんですけど、何のためって結構難しいんですけど、 まあ楽しいからやってるっていうのはあるんですが。まあでもね、楽しいだけでできるかって言われたらなかなか大人の事情でそういうわけにもいかないので、楽しさだけはでは難しかったりもするんですが。でも初めてコメントをもらえたりするので、そういうのがあるんだったら、これは仕事としても成立しているんじゃないかということで生配信をやっています。なので、まあ気遣ってね、コメントしないみたいな方もいるんですが、気遣うならコメントをしてもらえる方が配信している側としては嬉しいので、 まあぜひコメントしてやってください。初コメです。私もです。初コメが多い。ありがとうございます。そうですよね。でも意外と。なんかコメントって、YouTube の動画のコメントって、いや何でもいいんですよ。動画のコメントって。ほんまに何でもよくて。それこそ一時期、アートがいいでも、一文字でもいいから何でもコメント書いてくださいって言ってたぐらい、ほん本に何でもいいんですけど。でも動画のコメントって結構身構えるというか、なんかこんなん書いてもいいのかなみたいなのがあって、書きにくいっていう人いると思うんですけど。 生配信だとね、こういう風に喋ってるから、なんかそこに向かって、例えばこんにちはとかそんなんでもね、いいわけで。だから書きやすいっていうのはありますよね。いや、いいんですよ、別に。その、<laughs> 動画のコメント欄にこんにちはって書いてもらっても。やってる側は嬉しいので。まあ、アンチコメントとかね、誹謗中傷みたいなのは、それはもちろん嬉しくないので、そんなのはやめてほしいですけど、それ以外のコメントだったら何でも嬉しいですけどね。なんか見てくれてるっていうのが伝わるので。 あ,あちゃんと動画が届いてるんだなって思うから。コメントするって結構めんどくさいじゃないですか。なんか社内でこの前話をしていたんですけど、動画にコメントもらうっていうのが一番ハードルが高いんじゃないかっていう話になりました。ま、チャンネル登録とか、高評価とかあるじゃないですか。そういうのって。そういうのってでも言ってもボタンを押すだけなんですよね。チャンネル登録も。 高評価ボタンもボタンを押すだけなんですけど、コメントだけは自分で何か打って送信ボタンを押さないといけないっていう、こう、ツーステップあるわけですよ。他のことに比べて。だから、コメントをもらうっていうのは結構難しいんじゃないかと思っています。はい。まあ、要するに、コメントもらえると嬉しいから、動画にコメントしてほしいし、生配信に来たらね、コメントしてねっていう話です。初コメです。めちゃめちゃいる。ありがとうございます。 初コメです。<laughs> みんなどこにいたんですか <laughs> そんな、そんなみんなどこにいたんですか初めてのコメント。いや、ありがとうございます。まあコメントできそうな時はね、なんかそのタイミング的にコメントできない時あるじゃないですか。例えば、車乗ってて、車の中で聞き流しているみたいな。まあもしかしたら、今日もそういう人がいるかもしれないですけど、そういう人はコメントできないですよね、さすがに。車の運転中にコメントさせて、事故ったりしたら大変なので、 そういう時はできないですけど。まあ、でもコメントできそうな時はね。なんか、こんにちはでも、いつも見てるようだけでも、なんでもいいからコメントしてもらえると嬉しいなと思うので。生配信これからもやっていこうと思いました。今。たくさん初コメっていうのをもらって。仕事帰りで運転中ですっていう人がいる。<laughs> ちょっと気をつけてもらう。w e b ショ c t v よく見てますが、ライブ初めてです。ありがとうございます。小バッチさん。先日、 ちょ届いたので読んでます。ありがとうございます。ブログライティングの教科書ですね。はい、ありがとうございます。ついでに宣伝させてください。あの、去年出版をしました。まあ、結構ね、僕の中で出版っていうのは一つの目標だったんですが、無事に出版することができまして。えっ、ー、と、朝日新聞出版さんですね。あの、電子書籍とかじゃなくて、ちゃんと紙の本で本屋さんに設かれているので。まあ、ブログやるとか、ウェブライターやるんだったらめっちゃおすすめなので、買ってください。 一番おすすめです。ブログ系のホまあ自分で書いてるからそりゃそうなんですけどね。w e b s o k t v 今2000本近く動画あるんですけど、その内容をめちゃくちゃまとめているので、まあライティング系のことをね、まとめているので、重要なことをめっちゃ短時間で学ぶには本当に最適です。AI 画像きっかけで知って以来登録させていただきました。ありがとうございます。多分そういう人結構多いですね。画像生成 AI とか、 うちのチャンネルでも結構再生数が多いので、そういうところをきっかけでうちを知ってくれた人はいるかもしれないですね。なんかあれもすごい良かったなと思います、出して。今までにはこう、あんまりうちの動画が、動画が届かなかった人たちにも動画が届くようになったので、すごいあの動画出して良かったなと思います。えー、っと、一人バックオフィス業務で、 ウェブ系誰にも相談できず、いつも配信を楽しみに見ています。今も仕事しながらですが。ああ、なるほどね。確かにそういう人もいるかもしれないですね。いや、そういう方に届いているなら何よりです。またね、こんな動画見たいとか、そんなのも言ってもらったら、なるべく作るようにするので。まあもちろん全部を作れるわけではないんですけど。なんかそんなコメントもあれば、お気軽に言ってください。 コメントするだけならただなので。